さ、前なんか学生時代になんか生徒会とかなんか文化祭なんとかとかやってたって言わなかったっけ。やってたんですけど、うんうん、やる人がいなかったからなんかやらされてた感じで、はいはいはいみたいな感じではなかったんですよね。でも高校でやっぱ変わったんだと思うんですよね。中学校まで本当に、うんうん、おとなしくて、うんうん、そんななんか生徒会とかやるような人じゃなかったんですけど、うん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 、その高校1年生で文化祭実行委員に入って、うんうん、それからなんかまあ先生とまあ仲良くなったっていうか気に入っていただいたっていうなのかわかんないですけど、うんうんうん、まあ、やりなよ生徒が入んなよって言われて、うんうん、なんかそこからこう徐々に頑張るようになったというかそこまで対してそういうことに対しては頑張ってなかったんで、あ、うん、そうか、高校で変わったって感じですかね。意外な感じではあるけども、はい、でもあのね、そういうなんかこうそういう責任のあるものとかっていうのをこう一回やっておくと、はい、こうそこからこうなんつうかな、仕事に対しても頑張らなくてはいかんとか、そうなのかもしれないですよね。根性みたいなものが、ね、うん、そうかもしれないです。あるあ出てくるようなね、はい、しますよね。そうかもしれないですね、うんうん、はい、本当にギャルではなかった。ギャルじゃなかったですね。本当ですか。はい、私もうなんか声優業界だってあれじゃ一番最初にこうギャルといえば豊口とかいう、まあ、ギャルの役が多いんですよ、ね、まあまあ、まあ、そういう役がね、はい、多かったからですけど ね、 そうなんですね、主役から始まって、某作品の、そうなんですよ、はい、はい、なんですけど、高校生の時は、もうほんと中高生普通でしたね。普通に真面目な感じだったと思います。そうかね、はい、うんうん、ルーズソックスぐらいは履いてましたけどまあそれはなんかこういわゆるなんていうのかな、なんか一種の制服的なものじゃない。そうです、ちょうど流行ったぐらいなんですよね、うんうん、ああ短くして、そうなんです、スカート短くてルーズソックスが流行り始めた頃の代なんですよ、うんうんうん、なので流行りに一応そこは乗ってみましたけど、乗らないと逆にね、はい、いろいろ学校生活不便だもんね。